まあ、初めて興味が湧いたっていうか知るようになったのは5歳やからね。ボクシングがなかったらどうなったかっていうのは分からない。自分はお金とかでは変わらない。尊敬するボクサーは、ほら、唯一尊敬するって言うたら自分の父ちゃんだろう。自分の父ちゃんは自分がこうって決めたことは曲げんからね。多分それを受け継いでるんでしょ。不安やから、勝ちたいから練習をするわけですよ。厳しい、当然苦しい練習も当然あるわけです。でもそれは何するのかって言ったら、追いつかんからね。だからまあ、その機械的なこういうね、コンピューター的な練習をしたわけね。で、ロッキーは、もう昔ながらの山登ったり、木に切ったり、昭和の、もう昔ながらのやる。で、科学でもらうには、ね、努力して勝ちやったってことを証言したかったと思うよ。それは昔で言う根性論じゃないけど、練習練習、1、2練習、2練習って感じで。要はその計算しながらも、なおかつ普段の練習の反復練習、体に覚えさせるしかない。練習を終えて計量をして計量パスで明日試合とかいう時にはもう寝れるわけですよ、恐怖のどん底に行って。大体の人間そうなんちゃう、よしって言うてるけど、ちょっと間に合ったら、でもこれがあるなとか、あでもな、こうでもない、って思いをかけてたらいいでしょ。それはもうみんな同じようにあるから。スター性って、なろうと思ってなれるのにないと思うし、持って生まれたもんなんかもわからんけど、でも僕の中では、そこに行くまでは緻密な努力というか、いろんな訓練があって、その中でのいろんな出会いがあったりとかね、その中での出来上がったもんやとは思う。